テータリックとロティプラタテータリックは一般的にマレーシア、シンガポール、ブルネイのレストラン、野外の売店、及びコピテアムなどで見られるミルクティー。紅茶とコンデンスミルクから作られる。名前は紅茶を注ぐ、サイの引く動作から来ている。ミルクの入っていないストレートティーはテーオーと呼ばれる。一般的にホットとアイスがあってどちらかを選ぶが、 氷を必要とするアイスの方が一般に値段が高い。二つの容器を互いに高所から四回繰り返し注ぎ合うことにより混ぜ合わされた紅茶の上には大きな泡が作られる。この過程によって飲みやすい適温に紅茶を冷まし紅茶とコンデンデスミルクを完全に混ぜ合わせる。そして紅茶にもより良い風味が与えられる。テータリックの作り方には工業的な要素があり。 紅茶を長い水流で人の頭越しに流し入れる光景は地元住民や旅行者にとって珍しく興味深い。マレーシアにはテータリック屋が技術のパフォーマンスを競い合うための競技会がある。近年、テータリックはナシレマックと共にマレーシアの飲食物遺産の一つとして政府当局によって認定された。ありがとうございます。